は。ありがとう。お風呂入った。9月ですね。9月が始まりましたね。ギフトありがとう。いつもよろしくお願いします。聞こえない？声聞こえる？聞こえてる？低い？嘘。声低い？あれ？普通に喋ってるけど。ここの問題？
イヤホンしてない。いつも通り？ギフトありがとう。ハイキーさん、タコの花火たくさんありがとう。今日はどんな一日でしたか？皆さんどんな一日でしたか？ゆっくりしてた？いいですね。サッカーしてました？スポーツいいね。ミレイさんのライブに行きました。おお、知ってる。私も聞きます。髪の毛伸ばしてます。私去年の夏ぐらいまで髪の毛切る予定はないですね、今のところ。
こまで伸ばす？肋骨肋骨まで伸ばします。こう見たらめっちゃ長く見えるね。肋骨の1、2、3、4、5 1、2、3、4 4ぐらい。ギフトありがとうございます。ありがとう。X の名前戻りました。戻しました。戻せました。今日は10時半まで配信しようかなと思います。はーい、最近使ってるリップが合わないのか何なのか分からんけど、めちゃくちゃ唇が荒れるんですよね。めっちゃ皮がむける。でもそのリップ可愛いんだよね。使いたいんだけどな。ギフトありがとう。
でかでもトリートメントも変えたい。なんか今使ってるやつ全部合わない気がする。今日はもう声出しません、あんまり。昨日配信見てくれてありがとうございました。髪の毛も喜んでおります。はい、ありがとうございました。ピアノ打ってちょうだい。みんなまるく竹本ピアノ電話してちょうだい。みんなまるく竹本ピアノギフトありがとうございます。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 韓国人の方ってさ、ありがとうござい、いますって言えないから、ありがとうございますって言ってるのよく聞く。かわいい。韓国語にザジズゼゾっていう発音がないらしくて、ジャジジュジェジョになっちゃうらしいですよ。器用、かわいいは器用です。器用、また韓国旅行行きたいな。
でも私今一番行きたい国は、オーストリアです。オーストリアに行きたい。ラリアじゃなくてオーストリア。そう、ウィーンが、ウィーンに行きたいです。うん、でもドイツでもいい。ドイツでもいいというか、ドイツもいい。オーストリアってパスポートだけできるよね。え？韓国と同じ要領で行けるよね。前だ韓国行ったから、じゃあ行けますよ。私10年のやつ持ってる。ローマにも行きたい。イタリア？ローマにも行きたい。でも一番はオーストリア行きたい。オーストリアに行きたい理由は、あのね、冬の、あのクリスマスのさ、何あれ、街並みを見たいんです。すごいなんかクリスマスマーケットの様子をね見たんですよ。それで心持ってかれた。でもドイツも行きたい。ドイツのクリスマスマーケットも、うん、でもさ、ヨーロッパってそんな頻繁に行ける場所ではないじゃないですか。だから私、まあ、11月の後半とか12月にならないとクリスマスのそのいろんな景色は見れないと思うから、また行くのには早いんだけど、お金も時間もかかるし、ヨーロッパの方行くんだったら選んで行こうかなって思います。うん、そうだね、準備が必要だね。あ、そうだ、私もスイスも行ってみたいんだよね。でも普通にあの何、エジプトとか世界遺産を見に行くのも行ってみたい。普通ではないけど。でもね、野生の動物が見たいっていうのもある。野生の動物みたい。カッパドキアね、私も気になるよ、それ。どこだったっけ、カッパドキアって。トルコ？
ジプトは体力あるうちに行った方がいい。あ、そうなんだ。トルコか、カッパドキア。あれだよね、バルーンが有名な、有名じゃなかった。気になる。でも野生の動物みたい。あ、そう、気球だ、気球。でもね、トルコは日本語が通じやすい。あ、そうなんだ。でもね、タイにも行ってみたい。いろんなところ行ってみたい。トルコは親日。あ、そうなんだ。そうなんです、行きたいところたくさんです。10時半になった。本当だ。ちょっとみんなが意外とし、あの海外について知ってた、知ってたから、もうちょっと聞き出そう。意外と知ってた、もうちょっと聞き出そう。ごめんね、意外じゃなかったね。意外ではなくて、私より人生経験が豊富な、豊富で豊かで素敵な皆さんから教えていただきます。でもやっぱ今一番行きたいのはオーストリアです。卒業したら行こうかな。ウィーンが気になります。なんか韓国は多分一人で行けるんですけど、オーストリアは厳しいと思う。一人で行くの。でも私一人で行きたい。なんとかなるんじゃない、一人で行ったと、行ったら、着いたらなんとかなるんじゃない。スリとか、スリとかに気をつけたらなんとかなりそう。なんとかなります、マジで。そうなんだ。なんか日本の大使館、日本大使館だけさ知ってたらいいよね、多分。
日本、オーストリアの日本の大使館だけ把握しとこう。下調べしておけば意外となんとかなる。あ、そうなんだ。日本は治安がすごく安全な国。そうだね、多分どこよりも安全だと思う。でもちょっとつまらない。なんか急にあのドアが閉まるとかそんなんもあんまないじゃないですか。なんか余裕を持って集合、ドアも優しく閉まるみたいな。ドアがいきなりバーンって閉まったりすることもないし、時間が5分過ぎて30分過ぎて何かが始まるとかもそんなもないし、いや、なくていいことだよ。日本の話です。多分日本が一番いいって思うんだろうけど、ちょっとなんだろう、なんか何かちょっと生活に苦労してみたい。何か言い方なんか分からんけど、何かちょっと大変だなって思う瞬間もあっていいかなって思ったりする。いや、ない方がいいんだけど。ない方がいいよ。危険じゃない方がいいよ、もちろん。そうなんよ。矛盾してるんだよね。当たり前に。当たり前に日本は最高なんだけど。でもなんか大変なことって楽しくない？なんか大変じゃないことって全然楽しくない気がする。なんか嫌やなって思うのって結構楽しいと思う。
そう記憶に残る気がする。その時超嫌なんやけど、めっちゃ嫌なんやけど、その時はなんでこんなことあったんやろって、マイナスな状況でしかないんやけど、でもそれってめっちゃ振り返ったらすごい楽しいな、楽しいことだったりする気がする。だから大変なことなんてない方がいいんだけど、安全じゃないこともない方がいいんだけど、そういうさ、そういうのってなんかちょっとは必要な気がする。でもなんか矛盾しとるんよね、なんだろうね。ってな感じ。じゃあそろそろ終わります。13位フミットさん、12位ダメダメ所長、11位ズーミン、10位マグ、9位カトカロンタカ、8位アンちゃん、7位ウリン、6位グンタク、5位ウミガメ、4位サーポン、3位フジマサ、2位ワタル、1位ハイキ。ありがとうございました。それじゃあね、おやすみなさい。明日からは頑張りましょう。月曜日頑張ろう。バイバーイ。40分？